久保さん、いい格言を見つけましたよ中国のことわざらしいんですけど木,木,を木を植える一番良いタイミングは20年前だった2番目は今だ久保さんもどうすかね10年前麻雀店始める前にネットビジネスに出会ってたらどうすかねもっと違ったかもしれないですよねでも2番目の今だをやった結果今があるんですよね 結構いいっすよね僕もあの熟成さんの俊英君っていう子がいるんですけど25なんですよで、えー、今日またこれからちょっと対談熟成さんとするんですけどその子は2 0何歩だ21か2なんですよでその今日あのー、対談する子は今 YouTube やっててチャンネル登録1万人と あと、この前、その収益化1000人か、1000人突破したんですよ。別チャンネル、また作って。別チャンネル作ったのも、その、この前の音声対談で、こういうチャンネル作ってみたらどうって言ったんですよ。そしたら、それ作って、すぐ、すぐ作って、それ、チャンネル登録1000人いったんですよ、今回。なんで、それで、続きでまた音声対談するんですけど、羨ましいですよね <laughs>。 で、その子は、あの、なんだ、あの、切り抜きチャンネルもやってたんですよ。で、その切り抜きチャンネルは、あの、今なんか、お兄ちゃんに任せてるらしいんですけど、なんと、1億再生ですよ。<laughs> 切り抜きチャンネル <laughs>。僕ね、あの、1億、まあ、スクショもらったんですけど、1億はね、なかなか見ないですよね。 久保さんも、僕も久保さんも一生見ることないかもしれないですけどね、YouTube の管理画面で1億再生は。<laughs> なんかね、ショート動画とかね、1000万回回してるの,のが2、3番んですよね。ショートで。<laughs> 1000万回すごくないですか。まあ、その、なんだ、あの、今やってる切り抜きじゃない方が1万人と1000、えー、いくらだ、これ。 一万一万五百九十一と一千百五人ですねそうそううんこ収益収益もあれですねうんあ三二十七万うんなるほどね、はい、稼いでますね <laughs> いやー まあ、羨ましいなと思うんですけども、まあでも僕も、あの、やっとってよかったなとは思いますね。うん。うまあ、過去には戻れないけど、今はできるんで、過去に戻ることはできない。20代に戻ることはできないけど、今はできますね。うん。今やるかやらないかっていう。2番目の、2番目でもいいから、今やんのかって話ですね。いってらっしゃい。